お待たせいたしました。それでは本日最後のプログラムといたしまして、当社代表取締役社長沢田による総合 Q&A セッションに移らせていただきます。冒頭簡単にプレゼンテーションを実施いたしまして、その後皆様からのご質問をお受けいたします。それでは沢田社長、よろしくお願いいたします。 たたただだいいいまままごご紹介いただきました沢田でございます本日はお忙しい中あの私どもの i r d ーに参加いただきまして大変ありがとうございます。えー、っと副社長あるいは関連会社の副社長社長からご説明を新たな経営スタイルと新たな環境ビジョンについて説明をさせていただきましたがちょっとトータルでですねそれはどういう意味を 皆様方にに与えるるものになるかとということで1枚スライドを用意しておりますすつままりですね、えーま、ず新たなケース,スタイルの変革、まあ、これは従来からの8,000億と言っていたあこのコスト削減効果を2,000億23年度で2,000億上積みをするとこういう効果が既に見込まれているというものでございます。 もう一点は今日のプレゼンテーションでもお話しさせていただきましたが、えー、新たな環境エネルギービジョンではコスト削減コストの影響は軽微であるというようなこれ23年度の段階でございますそれとドコモグループですね新しいこのドコモコムコムのシナジー効果というものを重ね合わせて 新たな中期経営戦略。まあ、これの修正バージョンとして EPS 目標を検討していくと。こういう構造で、現在、全体の方向を考えております。えっと、プレゼンテーションは一応、こういう枠組みだということで、ご紹介をさせていただきまして、ご質問をいただく状況、形にさせていただければと思います。 お願いいたします、はいはい、ありがとうございましたそれでは質疑応答に移らせていただきます本日のプログラム全体またそれ以外のテーマ幅広くご質問を受けしますのでよろしくお願いいたしますそれではご質問のある方は手元の電話機のプッシュキーゼロ一を押してください 最初のご質問は S.M.B.C. 日興証券菊池様です。それでは菊池様お願いします。あの菊池です。よろしくお願いします。ますあの本当本当というかであればあのドコモコムコム含めたあのグループ戦略新しいグループ戦略とまあその業績のターゲットなんかもですね今日のあの I.R. デーではまあ中心の話題になるはずだったと思うんですで。 まあただいろんな背景があってできないんだと思いますけど、その今の進捗状況をあの総務省の検討会議の見通し、報告書の見通しなんかも含めてですね、教えていただけたらというのが質問でございます。はい、ありがとうございます。あのー まあこれは、あの、第三者委員会総務省が立てておられます、行政がいがめられたか否か、まあ、東北新社の話と NTT のお話、そ、それぞれの会食接待が影響したか否かという、こういう、まあ、まず、第三者委員会検討をなされていらっしゃって、まだ結果が出てないわけですけれど、おそらく、そう、 そう先でででななない形でおまとめになるのではないかというふうふに期待をしておりますで、まあ、もちろん総務省の中ではそれを受けられて公正競争条件公正,公正競争がどういうふうになるかというこの検討会の結果を取りまとめられると思いますので第三者委員会それとそれの検討会これを経た上でですね 私どもも、対象を、動かしていきたいと。そう遠くはないと思うんですが、政治が、この夏から、大きく、ご案内のように動いておりますので。その辺で、どういうふうになるかというのは、少し不透明なところは、ございます。だ、そう遠くはないというふうに、理解をしています。菊池さん、いかがですか。ありがとうございます。あの。 オペレーションで、その、なんでしょうね、あの、その、いろんな検討会と,とかの、まあ、報告書だったり、その、待たなきゃいけないところもあるんだと思うんですが、待たなくてもいいオペレーション上の戦略実行というのはあるのではないかなと思うんですが、 そこについては、あの、お話しいただけることって何かございますでしょうかそうですね、あの、ワーキングをどこもコムコムやの幹部で7つほど起こして、すでにかなりいろんなディスカッションや、あの、やるべき施策っていうのが議論されておりますし、あの、例えば法人関係の議論ですと、あの、もう、あの、 何て言うんでしょう。あの、今までもそうですけれど、今まで以上にこの連携を進める、そういう営みはすでにスタートをしています。ただ、やはり、あの、構成競争上どうかというのがやっぱり条件になってしまいますので、その方向感を見た上で、オープンにそれはしていくと。こういうい 構造ですね。大変申し訳ないんですけど、あんまり何も動いてないんじゃないんですかというような印象はお持ちになるかもしれませんが、あの準備という意味ではかなりいろんな検討を進めているという構造でございます。あ、はいありがとうございます。とりあえず僕からはこれで、後でもし時間があったらもう二回目に質問させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、菊池さん、ありがとうございました。それでは、次のご質問を受けします。次のご質問は、野村証券、増野様です。増野様、お願いいたします。はい、私からにも、お伺いしたいと思います。はい、先ほど、あの。一番のスライドで、ポイントをご説明いただきましたが、そのうちの一つ。ええ、0 0億円の追加のコスト削減ですけれども。 これはどういった分野で出てくるのか、あとですね、あの、先ほどのご説明聞いてると、結構この設備系の点検とか診断とか、通勤会社様に入れて6万人ということなんですが、ここは結構このコストの効率が大きそうですが、あの、25年度までかけてやるということで、この中継よりもっと先も含めてですね、あの効率化を進めていくということなので、あの、この2000億が終わってもですね、 まだかなり余地があるんではないかと思うんですが、あのそのあたりの,あの法律家のですね、中身と、そのタイムホライズみたいなものをご解説いただければと思います。はい、ありがとうございます。あの、おっしゃるように、えー、今日お見せしているこの2023年度で2000億に対して、先ほど渋谷が説明しました25年、えー、例えばその、 オ,オンサイト保証員半分みたいな議論はですねえつまり2,000億以上続いていくということを意味しています。でこの2,000億のうち、まあ、人件費相当は1割ぐらいなんですが残りの9割のうちの,半あの5割、えー、5割が物件費4割がその設備関係費用というような見立てをしております。あのこの 今お話の中ではそのオンサイトの議論がありましたけれど一番最初の IT の関係でもですね既存の IT をそういうクラウド型に変えていきますのでそこでの効果っていうのも見込めます、えー、もちろん人をシフトしていってというのも見込めますでさらに、えー、その オンサイト業務やオフサイト業務のリモート化によってコストダウンが図れる部分、自動化によって図れる部分、そういうのがございます。で、23年度以降、あの、十三年度以降と言わずにそれまでも用意ができたらそれを外のお客様にご提供していく、それも考えているんですが、それは現在入れていません。それはおそらく、まあ各社の中でまた事業計画の積み、 上げの中でも、えー、っと、入れて、これ、くるものにもなるというふうに認識してまして。そこは、あ持ち株的には、今、バッファ的に見てると、こういう構造でございます。すみません、外って、顧客ということでしょうか。そうですね、顧客、えー、っと、例えば、あのー。 コールセンターソリューションという形で在宅を含めたコールセンターオペレーターのソリューションをご提供するいうそうするとシステムもネットワークも共に出るというようなソリューションも考えられますし先ほどの設備を車を走らせながら自動的に通るというのはすでに東京23区内等は私どもの設備は もうすでに 3D 化してデジタル化しておりますで、これを他のインフラ会社さんとのもとで同じ使いいただいて彼らのデータも入れてえ、いわゆる理解業務を楽にしたりあのあの 工事上の何て言うんでしょうかその故障をなくしたりそういうところに私どものソリューションとして使っていくっていうモデルがすでにスタートしておりますそういう意味でえっと顧客です、えー、広い意味でパートナーも含めてですが顧客に提供していくという意味です。 ありがとうございます2点目はこのスライドの、えっと、ドコモさんとコムさんのシナジーなんですがあの、まあ、いつなるかというのは置いといてですねあのこれが今すぐできるとして業界を見渡すとですねもうすでに他社を含めて今年度、来年度ですねいろんなソリューションとかいろんなネットワーク対応の売り上げが増えてですね、えー、まあ法人関係の利益も今年度も来年度もあのもうこの現実の世界で結構増えていると。 いう状況もあってですねでこれからその取り組まれるということがあったとして実際の,この提案をして受注をして売上利益計上というそういうレベル間でいくとですねあのもうちょっと加速しないといけないのではないかという気もあのしないではないんですけれどもあのそれは商品設計含めてですね。あのその辺あのえー 今スタートしたとしてこれどれぐらいの期間でですねあの求められていることが実際に現実化していくのかそのあたりはどういう時間軸でお考えでしょうかあのそしあの ?2 つあるんですけれど営業上の議論っていうのはもうその、OK、今スタートしたらもうすぐできるというか素地、えー、として準備はもうやっていますのでそれをどれぐらいやるかいう、えー、表向き OK な状態でやるとしたらフルフルでできるわけなので。 これはすぐスタートという議論にはなると思います。ただコストの議論はですね、例えば組織を動かしたり、あるいはその人員をこうまとめたりですね、あるいは IT を一本化してコストを落とすなり、そういう取り組みはやはり公正共同条件の議論がクリアしてからということになりますので、それは少しリードタイムがかかります。でも元々そこはステップ2として来年の春って言ってた部分ですので、タイミング的にはそれは。 少しずれるかもしれませんけれど、大きなずれではないというふうには考えていますあの確かに影響は明日からでもできるような気はするんですが、その売るサービスとかですね、あのプロダクトをしっかり作っていくというのは、またそれで。 こうクラスクラッチで組んでいくということになると時間もかかるような気もするんですがそういうういいいレベルででくといかかしょうかそれは間違いなくおっしゃる通りであの最初はステップ1がこの7月にできると言っていましたのがもうこれ10月に入るわけで3ヶ月ずれてますのでそういう一緒に新しい商品を作るというのはその3ヶ月ずれるという絵にはなります。 ただその営業員のは別に新しい商品ではなくても、えっ、ー、と、お互いクロスセールス、自分の顧客をに、えー、ドコモの顧客にコムのサービス、コムの顧客にドコモのサービスというクロスセールスは明日からでもできるわけなので、えー、それは、それなりに効果が上がっていくというふうに考えますが。ありがとうございます。 はい、増野さん、ありがとうございました。それでは、次のご質問を受けします。次のご質問は、東海東京調査センター、石野様です。それでは、石野様、お願いします。あ、ありがとうございます。東海東京調査センターの石野です。えっと、私の方は、一点教えていただければ、ありがたいと思っております。えー、iONE の、この導入が、これから、あ、二千三十年前後、世界に。 進んでいくということになりますと設備投資の状況というのはグループでどういう変化をしていくのかということとそれに踏まえてどうしても半導体にかかる投資になりますとカーボンゼロというふうにはなかなか半導体工場を作りますと、まあ、今、100系でも EUV で,、ね、EU で2400億円かかるようなことになっているということになりますので。 そういう意味でのカーボンゼロっていうのはどこまでを範疇して考えられていて、その温室にその恩恵が出てくるのかを教えてください。はい、ありがとうございます。まずあの今日お話をさせていただきました環境ビジョンはスコープ3は入っておりません。ですから半導体を作る部分のそのカーボン必要なその工場なりの運用という部分は今これ外れている形になっています。 これが1点目ですで30年でじゃあ設備投資はという議論になるんですが2五年まあ十6年ですねにホワイトボックスを光半導体のステップ12のものを26年あたりに出していく予定になってるんですがこの当然のことながら能力向上を指しています。 それによってサーバー類っていうのは56年で取り替えていくわけですが同じ取り替えるものでもむしろコストを落とすということを考慮しておりますのでそういう意味で言うと極端にそのそういう高電融合のサーバー関係で投資が現状より増えるというような考え方ではないです。一方でまだよく見えていないのがオール光 a p n と呼んでいますがオールフォトニクスネットワークい,、ま、いわゆる光ファイバーを今かなり敷設はしているんですけれどそれを何て言うんですかねあの一気にですね全て光光で接続していくモデルそのアクセス網を再投資を含めて必要な部分もある。 ただ、現状の光ファイバーを利用できる部分もある。その二つを、で、ループ構造にしながら、新しい、あの、ネットワークアーキテクチャを導入していこうと考えています。そういう意味で言うと、そこの設備投資がどれぐらいに、2020年代後半から30年代かかるかっていうのは、ちょっと今の時点では読み込めていないと。 こういうよういよな状況ですただ全体的にはあとソフトウェアの領域が増えます。ION はその光ネットワークの部分とあの上位のソフトウェアアプリケーションと真ん中の,あの,アプリあのソフトウェアと3層構造なんですがソフトウェアが増えるということは設備あの投資効率は非常に上がるという部分も読み込めます。 ちょっと現時点ではどれぐらいの設備投資額になるかっていうのは試算がまだできていないという状況です。いかがでしょうかはい、ありがとうございます。はい、石野さんありがとうございました。それでは次のご質問を受けします。次のご質問は UBS 証券高橋様です。それでは高橋様、お願いします。ああの あの一よろししくお願いいたしますあの私もあの先ほどのコスト削減の追加2000億についてです、ね、あの確認させていただきたいんですがあ基本的にこの上乗せ部分は利益としてぶどう張ると考えてよろしいんでしょうかあもしあのそうでない場合あのどんな要因があってあの利益として、えー、ぶどう張らないのかそのあたりを含めてあのご解説いただけないでしょうか。そうですねあのこれいつもあの 論議になってしまうあの流せばあの部分とあとその真水ではないという部分があります。でそのぶ,ぶ,ぶどるという議論で言うと例えば IT ですとじゃあどれだけ逆に投資側を。 したり今の IT をつなぐためにどれだけ追加コストがかかるかというところが十分試算できていないという部分がありますので2,000億が直結して利益に真水で利くというわけではないんですがかといってほとんどなくなっちゃう,いうわけでもないと、えー、すいません答えになってないですけれどえー、ちょっと。 まあ目の子でいくらというのもちょっと申し訳ないんですけれど、えー、具体的にどれだけ利益に転嫁できるかいうのはちょっと今の時点でうまく言える状況ではないです。あの中期を出す中ではですね最終的には EPS 目標としてそこは織り込んだ形で、えー、そのターゲットを出していきたいと思ってますのでもう少しお時間いただければありがたいです。 分かりました。どうもありがとうございました。恐、はい、れ入ります。はい。高橋さん、ありがとうございました。それでは次のご質問をお受けします。次のご質問は、大和証券、安藤様です。それでは安藤様、お願いします。あすいません。一点お願いしたいんですが、あの、えっと、カーボンニュートラルのチャートを おでも、電力消費量のチャートでもいいんですが、あのー、確か、えっ、ー、と、えー、記者会見ではですね、3分の1ぐらいがドコモおが、あの、まあ、消費してると。まあ、こういうご説明だったかと思うんですが、あのー、例えばデータセンターがですね、どのぐらいの割合だとか、えっ、ー、と、他のビルがどのぐらいの割合だとかっていうベースのものをですね、少しご,、えー、ご説明いただいた上で、 えー、例えば2030年とか2040年の成り行きではあ、どういうふうな比率に変わって、えー、それで、えーとまああの、この計画ではですね、えーとまあ、あのどのようなあのあ割合に着地していくという前提なのかみたいですね、そういう姿をご説明いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございますあの。ちょっと開示対象にはなってはおらないんですが、 あのまずその全体の成り行きで上がっていくものはマクロで計算しておりますので各構成している例えばどこも例えば東西リミテッドデータとかの分の割合はそのまま伸びるという前提になっています。でそこは実態は本当はそうじゃないんですけどマクロ論でちょっとこういうのは計算していかないと個々の 会社のアクティビティを入れると非常に難しくなってきますのででドコモをまず100%化するということは他社はどれぐらいっていうのは一定のセットをしています例えば東西ですと50ぐらいであるとかですねそういうセットをして計算をしておりますのであの言い方変えますと40年カーボンニュートラルと30年ドコモの カーボンニュートラルとデータセンターのカーボンニュートラルは目標値ですけれどそれ以外のその構成値っていうのは聖地に出せているわけではないということになります。でデータセンターはどれぐらいかいうことなんですがちょっと手元に数字はないんですけれどそうどこまあ1割から2割ぐらいだとは思うんですねあの全体のですね。2割 二割ぐらいと見ていただいたらよろしいかなと思います。そんなんでお答えになってますでしょうか。とそうするとまああれですねそのな何がどういうふうに減っていくかっていうそのまああのビジネス別のイメージで行けばやっぱりあのドコモとかデータセンターあドコモのネットワークとかデータセンターのネットワークがガツンと減るようなイメージを。 えと、持ってい、え、ゆ、くベースでものを考え始めた方が良いということでよろしいんですね。そうですね。ただ、これ、あの、結局、減っていくっていうことは、省エネっていうのは今のマクロロンで10%っていうのを、アイオンは後から入ってきますから、ちょっと外すと、再生エネルギー、えー、これは、少々買う部分と、アノードが作ってくれる部分を、どこに充当するかいう考えですね。 でその再生エネルギーを30年までは獲得した分をドコモに優先してデータセンターに優先して出すっていう考え方だっていうふうにとってもらう方があの正しいかと思います。はい、よく構造的にはわかりました。ありがとうございます。はい、安藤さんありがとうございました。それでは次のご質問をお受けします。 次のご質問は、クレディスイス証券、江口様です。それでは江口様、お願いします。 あ,ありがとうございます。あの、クレーシン券の江口でございます。あの、先ほどプレゼンテーションいただいた内容の中でですね、あの、ロイックのアップデートをもしなかったんですけれども、あの、今回、環境ビジョン、まあ、ドコモの話をプラス、もしくはコスサケのプラスということで、まあ、プラスマイルズ、どちらかとプラスの要因が多いのかなっていうふうに見ています。あの、ロイックの見通しについては、ここ引き上げていくような見方になるのか、ちょっとどういう方向感で考えればいいのか、ちょっと考え方を教えていただけますでしょうか。以上です。 はい、ありがとうございますローイクの方はですねもう <laughs> このアノードで投資を先ほど島田の方から4,500億とい,いうふうにもお話しさせていただきましたけれどそれと、えー、データセンターも <laughs> 2,000億レベルの投資を毎年続けているわけですね続けていこうとしているわけですね。さらに あのアーバン・ソリューションズのいわゆるその、えーえー、都,市都市開発といいましょうかそういうところにも資金需要がありますので、えー、かなり意識をしてオフバランスとかあるいは他社パートナーと、えー、一緒に取り組むことで投資額そのものを抑制するいう動きを資産圧縮をできるような動きを 考慮しているわけですが、そういう旺盛な需要の中ではですね、ローイックをガンガン上げていけるという構造にはないんですね。 だからむしろローイック8%というのを2十3年度の中継で置いておりますけど、これを実現、これはもう各社にすべて、あの、成果指標として下ろしておりますので、そのためにいろんな、そういう政策も取っていきたいと、こういうような今、スタンスでいるということであります。 あ、佐藤さんありがとうございます。そう追加でもう一点。ちょっと今日、あの、環境の、まあ、非常に大きな目標と、それから働き方、まあ、経営スタイルの変更っていうお話をいただきました。で、あの、まあ、トップマネジメントの意識変化,変化っていうのはすごく感じるんですけれども、これやっぱり現場の皆さんへのこう、刷り込みというんでしょうか、まあ、この方針の浸透というのが、なかなかできないと、前者としてなかなか達成難しいんじゃないかなというふうに思っています。あの、今後、佐藤さん、あの、中継、まあ、もう長期の ビジョンで結構なんですけれども何がチャレンジになっていくのかちょっとこう経営のトップダウンから見たときに何が課題となってくるのか何が一番こう達成のためのハードルと考えてらっしゃるのかちょっとご考え方について教えていただけますでしょうか以上ですありがとうございますもう端的に言うともうおっしゃる通りでマインドセットですそういう新しいスタイルに変えようあるいはサステナブルな社会あるいは会社あるいは自分たちの ワークライ in l i f そういうものを実現していこうというのはやっぱりその個人個人の考え方がそちらの方向に向くかっていうのが一番大事なポイントにはなると思います。経営上で言いますとトップダウンからしましたら 中期経営計画なり、まあ、EPS がメイ,ンメインインデックスですけどそういうものを実現していくために LTI も STI も,もそういうのを載せていってますのでそれが下に次のクラスのマネージャーに降りていくような KPI 管理を上からは持っていくとともにこれはできるわけですがそのボトムアップとしての,あのマインド を変えていいくという動きは結局時間をかけながらです、ねえー、いろんな制度や環境の整備の中で納得して自発的に取り組んでもらう,もらうそういう環境を作っていくというのがあのマネジメント側のレバーだというふうには感じております。 はい、市さん、ありがとうございました。それでは、次のご質問を受けします。次のご質問は、S. M. B. C. 日興証券、菊池様です。それでは、菊池様、お願いします。あ、すみません、二問目で。はい、あのですね。エネルギー事業の位置づけを、ちょっと改めて、あの、確認させていただきたいんですけども。 あの、まあ、NTT グループ内でのですね、時間利用にですね、あの、再生エネルギーを、ま、供給するというのと、あと、ドコモ電気への供給、あの電力供給を行う。あとは、ま、セブンイレブンさんなどへの、ま、外販というか、販売を行う。いろいろあると思うんですけど、あの、エネルギー事業として、あの、利益を出す、 どれくらい出すつもり、あるいはその事業構成、売上構成、利益構成、2030年、40年はどれくらいの目線でお持ちで計画をお持ちで、それに今の設備投資計画、まあ、5000億弱、10年で5000億弱ということなんですが、そのバランスというのは、どういう感じになっているのか、教えていただけたらなと思っております。はいあのー 利益率そのものをそのポートフォリオで見ると高くないと思います。数パーセントがいいところだと思います。で不動産の場合はもう少し上がるとは思うんですが、それもまああのモバイル等から比べるとやはり低い状況なんですね。でじゃあどうしてそういう事業に取り組んで えをはじめ取り組んでいるのかというと一つは大きな一つは需要創造です。何の需要かといいますと IT とネットワークです。だから街づくりの中でそういう建物関係都市開発関係とエネルギー関係はどうしても必須のものであり効果的なものです。 そういうところにですねまあ例えば電力で言いますと地産地消型の電力システムを例えば地方自治体様と一緒にやるそれは実はネットワークや IT やデータセンターを共にご提供するモデルになるわけで言ってみればそのエネルギー事業そのものの利益率は低いんですが需要を喚起するレバーには一つなる。 2つ目は今菊さんがおっしゃったとおりで私どもの中でそのグリーン化を図りそれを付加価値としてさらに社会に貢献していくモデルに使えると。で3つ目はあの、えー、自前で提供する方がこれはおそらくなんですが。 あのグリーンエネルギーを皆さんが求めますので2030年40年向けて多分自前で持っている人の方がコスト的に、えー、抑制できるっていうのがあります四つ目は販売ですねあのドコモによるあのコンシューマー向けの販売と、えーえー えー、エネットによる B、えー、企業向けの販売。これは各販をして参りたいと。投資5000億弱と、まあ今でも3000億の収入ですが、これをまあ例えば6000億倍増させながら、その利益率はちょっと低い。そのものを見れば低いけれど、えっ、ー、と、その、 他への展開を使えるようなそういう狙いでエネルギー事業っていうのを私自身は見ているということです。ありがとうございます。はい、あの先ほどのでもちょっとお伺いしたんですが、とイオンってもう本当に電力消費がいらないでこれを本当に御社は力を入れて展開しようとしていらっしゃる中で、まあエネルギー まあ、相反するとは必ずしも言えないと思うんですけど、電力事業への設備投資も同時にやるというのは、ちょっと両に、にみすぎなんじゃないのかなと、うん、あの、思ったりもしますけど、そこは御社にでは何か、その、何でしょう、あの、迷いはないんでしょうか。 あのまず今再生エネルギーっていうように我々は注目してるわけですけれどこの投資は今でなないいいとと取れないと思いますあのはっきり言ってあの入札構造の例えば既存の,あの太陽光発電所を買うときにはかなりの競争といいますか取り合いになっているこれがもっとひどくなると思いますけどそういう状況にあると思います。 で立地が大事になりますので、その良い条件のそういう発電所っていうのは結局は先に取り組まないと取れないというモデルになろうかと思います。そういう意味で先ほど島田ご説明しましたように30年まではその先にむしろ再生エネルギー発電所等を用意をしていくっていうことがベースになって で次にアイオンが拡大していきますとそれがまあどれぐらい入れれるか今は5割っていうご説明させていただきましたがこれは触れると思いますでもう一点はですねあのエネルギー全体で情報通信我々のこういう事業者が占める割合はおそらく23%ないぐらいだと思います全体の。 そういう意味で言いますと、電力を抑えていくということは、いろんな意味で安定的にですね、私ども自身が事業を維持できるポイントでもあるようには考えています。そういう意味で、これはぜひ取り組んでいくべきだと、そういう考えです。欲張りでしょうか。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すはい、菊池さんありがとうございました。それでは次のご質問を受けします。 次のご質問は野村証券、増野様です。それでは増野様、お願いします。私もフォローアップ、エネルギーと働き方についてありまして、あのエネルギーですね、コンシュマ向けのドコモンさんの電力の販売ですが、これあの、必ずしもグリーンでなくてもですね、他社さん、今、電気かなりやってまして、もう数百万世帯まで入って、あのかなりビジネスとして開発率も下がりますし、 電力そのものでもアラリーは取れるということで、まあ、もっと早くやるべきだったのかもしれないのかなと思っているような状況ではあるんですが、あのこれどこまでですね、あのドコモさんの,あの世帯数でいけば、狙っていけば相当な世帯数まで、あのグ,グリーンにあの限らずですけれどもあの、グリーンでないところを含めてやれば、かなり、えー、世帯数は 狙えるような気がするんですが、これ、そういう規模で想定されていらっしゃるのか、あるいはその自前の省エ園の設備ですが、さっきあの、荘園の少々買うことを思えばですね、えー、自前の方がいいと思うんですが、これはやっぱり自前でやる、さっきのおっしゃったような供給がなかなか取れないというところでいくと、まあ、最大でやる限界っていうのが、さっきの38億とか、 そそういううういいいい世界になっていらってらししゃるのかそのかかかああたりりががでょとうございますまずあの電力そうですね KDDI さんなんかの状況を見ているとまあ数値は全部オープンされてませんけどかなりあのお客様に提供されててあらにも大きく取られてるようなお話を聞きますのでこれはやっぱり数千億レベルでやりたいと思っています。あの 当然ドコモとしてはその解約防止なりロックインという言葉は良くないかもしれませんがお客様にリベンを提供できますのでまあ基本はグリーンだと思うんですけれどあのこれから商品のラインナップはされるでしょうからいろんな電力モデルが出てくるんじゃないかというふうには認識しておりますそれで省エネ少々は今44%ですかねあの電力事業者が その分買わないといけないというのがありますそれが三十八億キロワットアワーというわけではありませんもっと買わないといけないという議論になりますただ省エネを欲しい方は世の中にいっぱいこれから出ますのでそれはそういう方に売るのかインナーで使うのかっていうような見立てになろうかと思います 三十八億キロワットアワーっていうのは今見込めているこれぐらいは作れていけるかなっていうあのシーズガの議論で見ている状況です。ありがとうございます。二つ目は働き方であのいろんなオフィスの分散とかあるいはあの本社の 再活用とか、あの、先ほど、あの、品川の話もありましたが、そういうことを聞いているとですね、御社のアーバーソリューションさんの、その不動産の事業について、将来像はどうなるのか、この働き方の改革が進むときに、この不動産、オフィス等と含めてですね、この事業の設計、事業規模、再開発、こういったことはですね、従来通りでいくのか、少し違う形になるのか、あの、両方、もっと増やすとか、 元と立ち変えるとかいろんなパターンあると思うんですがこの大きなこの社会全体が働き方が変わると想定したときにこの御社の,この不動産再開,発再開発事業そのものがどう変わっていくのかっていうのは確かに相反する方向感になっていましてです、ね、私ども自身はネットワーク型の国土もそうあるべきだし私たちがそれをリードするように働き方をリモートに変えていこうと。 を原則に変えていこうと。まあ当然あのリアルもあるわけですけど、そうする方向だとどうしてもそのアーバンソリューションズの、えー、マーケットっていうのは落ちていく構造になると。じゃあ自分たちはどうかという目で見ますと、今1.5倍に1人当たりのオフィススペースを拡大すると言いましたが、 これ以外にその会議室なり共用のそういうウェブ用のいろんなスタジオなりを考えるとまあ大体オフィスは人まあその何て言うんでしょう都市で3割減みたいな構造でいます考慮していますそういう意味で言いますとアーバンソリューションズのに限らずですけれど私たちが今想定しているのは不動産業が 各地ににばらけるいいいう,ふうに言った方がいいかもしれませんサテライトオフィスやその地方中核都市におけるオフィス需要は出て、えー、っと首都圏等のオフィス需要はまあ何割かまあ私どもの場合は3割あまりリモートワークをもあのそんなにやられない場合ですと1割とか2割の減が生じて結局はバランスはしていくのかなっていうのが今の私どもの考え方です。うん ありがとうございます。はい、マスさんありがとうございました。それでは次のご質問を受けします。次のご質問はブルガンスタンで MUFG 証券土坂様です。それでは土坂様お願いします。あ、もしもし土坂です。聞こえますでしょうか。あ、ありがとうございます。どうぞ。はい。えっとまずあの一点がコンシューマー向けビジネスでもう一 点ガス、バランスシートに関する件です。えっと、ちょっとあの、今回の IR で、あの、私ちょっと、えっと、いろいろ出入りしてたものですから、も、もしも今までご回答があったら重複してしまうので、大変申し訳ないんですけれども、えっと、まず、そのコンシューマービジネス、あの、先ほどのね、電力の話もそうなんですけれども、 NTT、まあ、ドコモがまあ生まれ変わって、えっ、ー、と、モメンタムがすごくついてきているのはすごくよくわかるんですけれども、一方でまあ他社も非常に速いスピードで、えー、のビジネスの展開を,をされてまして、えー、例えば、 えー、まあかなり低価格帯に競争がですね、モバイルの方は移っているとかあ、まあ電力なんかは随分前から他社がやっているとか、ああいうこともあってですね、今、その沢田社長から見て、ドコモのコンシューマービジネスのその、おその競争力、 というものがそのだいぶそのインプルーブしてきていて満足できるレベルにあるのかもしくはですねえっとまだまだあのまあ、足りない点があって変え変えたい点があるのかあまあそういう観点でそのコンシューマービジネス全体のを持ち株会社から見たそのコンシューマービジネス全体の総括をしていただければと思います。ありがとうございます。あのー。 満足かというと満足ではないですただ、えー、非常に改善をしてきてくれていますし踏み込んできてくれているというふうに理解をしていますですので、えっと、例えばあの新しい基軸ですね XR にしたり端末にしたりウェアラブルですね そういうい部分あるいはそのおっしゃったそのモバイルサービスの部分ですとそのあまりお使いにならないところあるいはガラケーからの移行のお客様に対するサービスあと固定との融合でホーム 5G も良かったと思いますそれをじゃあどう拡張していってホームゲートウェイやホームランみたいな構造をどうあの付加価値を上げていくかそういう取り組み。 さらにはそういう基盤の上でご提供するようなそのまあドコモでいうスマートライフサービス各社さんもいろんなあの決済からアプリに至っていろんな展開をなさっていらっしゃるんでこのあたりはやっぱり競いながらですねコンテンツも含めてより改善を改善と言いますか取り組んでいってほしいというのが気持ちですさらにグローバルです グローバルにおいて B2C の特にまあ決済であったりスマートライフであったりあるいはこういう今日ご説明あのドコモの拾いからさせていただいたようなあのカ株乳こういう例えばコミュニティサービスをグローバルにも展開するなりいろんなチャレンジがあると思いますのでこれからえ多分えドコモサイドからどんどん出てくると。 いうふうに期待をしているところです。お答えになっておりますでしょうか。はい。あすいません。ありがとうございます。 えっと、次にバランスシートなんですけれども、まあ、あの、当然、えっと、どこも完全公会社化したことでですね、あの、バランスシートが膨らんでる、まあ、デッドが、レバレッジが膨らんでるというような状況があって、まあ、それは、ま、通常のキャッシュフローから返していくっていうふうだとですね、え、あまりその機動的な、まあ、大きな、あの、バランスシートの、ま、クリーンアップがすぐにはできないということだと思うんですけれども、まあ、一方で、その、 えっと、まあ、やり方はアセットの売却であったり、えっ、ー、と、オフバランス化であったりですね、いろんなやり方があるんではないかなというふうに思うんですけれども、今のその、まあ、かなり大きくなっているバランスシート、何かしら効率化できないかなという、まあ、そういう案があったりするあの、あるのでしょうかという質問で、えー、まあ、いろいろニュースフロー出てきてるんですけど、一つ一つのニュースフローの 金額自体がそ,そこまで大きくないものですからあ、何かしら、何かしら抜本的なですね、えー、と対策みたいなものはあできるんでしょうかっていうものが、まあ、あの、二つ目の質問です。はい、ありがとうございます。あの、抜本的か否かは分からずに、合わせ技みたいに今はなっているのかもしれませんが、あの、まあ、ロイックを掲げているのもあるんですけれど、アッセット ととのこのここ圧縮いいまますすかこれは非常に注目をしていますで当然そのワーキングキャピタルの部分も圧縮していくような営みをスタートしておりますけれど既存の資産を、まあ、あのドコモの,あのクレジット資産なんかもあのオ,フあのオフバランス化したりしていくいのもあの継続的にもちろん考えますし、えー、既に データセンター等に至ってはもう投資の3分の1は他の方と一緒に組んで、取得アセットのボリューム自身を落としていくという意識、かつ売却をしていくという形で、いわゆるオフバランスですね。資産を売っていくと。で、これは不動産においても同じです。 で、まあ、完璧に、あの、フロー経営に変えるいうとこまではなかなかいきませんが、その、ある一定の割合は売りながら、そのお金で新しく投資をしてっていう、そういうモデルを実現していくよう努力をしたいと。それから設備ですね。最後に、ここはまだ手をつけておりませんけれど、まあ、タワービジネスなんかもそうなんですが、どこまでこの、 設備をオフバランス化するかっていうのはこれからの課題になっていくというふうに考えています以上ですはいありがとうございましたはい坂さんありがとうございましたそれでは次のご質問をお受けします次のご質問はシティグループ証券鶴尾様ですそれでは鶴尾様お願いします えっとではですね、ぶんいろんなあの質問したい分野は抑えられたので、こういう質問になって恐縮ですが、お願いします。えっ、ー、と、再生エネルギーにおける電源ミックスはどのようにお考えでしょうか。あ,あの、ま、あの、もし、数字としてですね、例えばソーラーとか洋上風力とか決まっているのであしたら、まあ、そういう、うん、あの、その考え方とはご配慮をお伺いしたいです。 で、これにかかりまして、もう、あの、二つの質問を一つにしてお伝えしてしまいますが、えっと、4500億円の投資というのが、えしあの、ありますが、これは、ま、蓄電池なども含めて、どんな、えー、内訳にありそうな状況でしょうか。これも教えてください。はい、ありがとうございます。まず、あの、再生エネルギーは、現実的には、その、大半がですね、あの、太陽光になります。ただ、その風力、洋上風力等もですね、 対象にしておりますので、その分を考慮しますと、やっぱり8割太陽光、その他2割っていうようなレベルではないかというふうに思います。明確にですね、これちょっとまあ、高間さんに質問をちょっと確認した方がいいかもしれないんですが、あのー、今何割何割っていうポートフォリオを今私が持っているわけではありません。それと、ーえーと、 4,500億の中身は何かということですが、そういう意味で言うと蓄電池の部分はまだ十分全部入っておりません。ただ蓄電池はですね、今、鉛の蓄電池をどう取り替えながらやるかということでもありますのでえ、むしろ他の設備投資の中に今入っているというふうに見た方が良いかもしれませんので、少し増えるかもしれませんけど、基本的にはメインはやっぱり太陽光ということになろうかと思います。 お答えになってますでしょうか。はい。あ,あ、はい。まあ、あの対抗であれば比較的リスクも低い分野であろうかと。理解しました。ありがとうございます。はい、鶴尾さん、ありがとうございました。えー、こちらで、一旦手を挙げていただいた方のご質問を一通りお受けしましたが、えー。他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、よろしいでしょうか。 はい。それでは、えー、以上をもちまして、総合 Q&A セッションを終了させていただきます。沢田社長、ありがとうございました。どうもありがとうございました。